気温 2.8 度と寒空の下、嬉野市の御幸球場で柳田選手など6人が自主トレーニングに励んでいます。嬉野市を訪れているのは福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐選手や北海道日本ハムファイターズの清宮幸太郎選手など6人です。6人は球団の春季キャンプを前に今月6日から自主トレーニングに臨んでいます。今日は午前9時から走り込みやキャッチボールなどで体を動かした後、バッティング練習で快音を響かせていました。温泉も最高ですし、球場も綺麗なんで、ご飯も美味しい、はい、全てを加味した上で選ばさせていただきました。ホームラン40本打ちたいです。とにかくチームがいい方向を向くようにしっかりやっていきたいなと思います。嬉野市によりますと、自主トレーニングは今月20日までの予定で、新型コロナの感染対策として一般客の見学は禁止しているということです。